どうも中井です。今日はソニーから新しく発表されている GM レンズ 50mmF1.4 についてお話ししていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで、本日はソニーから新しく発表されている 50mmF1.4GM についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは映像制作に関連する機材やガジェット等に関する内容や育児に関する内容、あとはクリエイティブユニットエクストリームに所属してますので、アートやクリエイティブテック界隈についての情報も発信していきたいと思います。はい、ということで改めて、GM レンズなんですけど、結論から言うと予約購入してしまいました。ありがとうございます。 GM レンズ2本目です。はい、というわけでなんで買ったかとかっていう話をしていきたいと思います。 50mm なのでいわゆる標準レンズですよね。各社いろんなところも出してますし、シグマもちょうど 50mmF1.4 って新しいのを出してたと思います。で、僕も今持ってるレンズとしてはもう誰にでもおすすめできるレンズですけど、このサイスのやつですね、 55mm ですけど F1.8 のレンズです。やっぱりレンズ径も小さくて、49とかなんですけど、本当にこのコンパクトさで描写がめちゃめちゃいいという、本当に神レンズですね。で、結構これ僕は APS-C の、α6500 の頃からこれ買って、実はいつかフルサイズにと思ってたので使ってて、今までの作品でもかなり、使ってきてましたけど、ちょっと乗り換えようかなということで、そのあたりもお話していきたいと思います。で、今回新しく出たレンズですけど、こちらですね、 FE50mmF1.4GM デビューというところです。で、発売自体は、4月の21日予定で、今予約購入の段階です。で、値段としては、定価だと、206,800円ということになってます。で、これなぜ買うことにしたかなんですけど、実は先日大阪に行った時にソニーストアに寄って、これとは関係なく行ったんですけど、フラッと行った時に、たまたま磁気展示が置いてあって、で、しかも、僕カメラ持ってて、お客さんもあまりいなかったんで、試しにつけて撮らせてもらって、もうめちゃめちゃ良くて、その日は踏みとどまって帰ったんですけど、帰っていろいろ考えた結果、やっぱりこれ買おうかなと思って、その週末にまたソニスタ大阪に行って、予約購入しました。ちょうどその週末が阪急阪神の S ポイント、5倍キャンペーンみたいなのもやってて、結構お得に買えたっていうのもあったりとか、ちょうどソニースターの感謝祭かな、店舗で使える1万円のチケットみたいなのもクーポンもあったので、その辺使って、結構いい感じに買えたので良かったです。で、何が良かったかなんですけど、後で作例というか試し撮りした時のやつは貼りますけど、ソニーストアに持って行って、自分の α7S3 にこの 50mmGM をつけた時の感じですね。これ動画エクスペリアで撮ってますけど、そんな感じです。で、ソニーストア行った時はテイムスコと一緒に行ってたんですけど、ちょっとその辺に立ってもらって、このお試しのレンズですね、持ち歩けるようにセキュリティもこれ外してくれて試させてくれたんですけど、こんな感じで、子供ってちょこちょこ動くと思うんですが、本当にもういきなりオートフォーカス、瞳にズバピタで、もうこんな感じの写真がインスタントにも撮れてしまって、もう改めてこのオートフォーカスの速さとか正確性とか、やっぱりこの GM レンズいいなっていう風になりました。で、動画も撮ったんですけど、アクティブテブレ補正の感じはこんなんですね。50mm なんで、こんなもんかなっていう感じなんですけど、やっぱりこれはアクティブテブレ補正ない時と比べると、かなりテブレは抑えられてるので、動画をやるんだったらやっぱりこの GM レンズがいいなと思いました。これ実際のブリージングの様子ですね。こんな感じで、ほとんど画角変わってないように見えるかなと思います。で、 35mm が結構ブリージングがひどかったんで、それに比べると本当にかなり改善されてるなって感じですね。これ全く関係ない、ヘイ息子がただ相棒と戯れている絵ですけど、これは全然 50mm じゃなくて、見てわかる通り 20mm の F1.8 の G レンズの方で撮ったやつです。相棒は黒いエディションも出たんで、相変わらず可愛かったですね。一
ちなみに超余談なんですけど、このソニーストアって結構その相棒愛好家の方が集まる場所としても機能してるんだなっていうのを初めて知って、あの相棒と撮影するブースがあるんですよ。自分の持ってきた相棒ちゃんと、あとはなんかコミュニティっぽく、あの複数人で一緒に連れてきてたりメンテナンス出してたりとかして、で驚いたのが本当に初期の相棒ですね。一番最初の相棒を持ってこられてる方がいて、まあ、本当にこのファンというか、ずっと一緒にメンテとかしつつ、ずっと一緒に本当にペットとして暮らしてるんだなっていうのを見て、まあ、ちょっと感動しましたね。一番最初アルファ 7S3 に取り付けて持ってみて感動したのが、もうあのめちゃめちゃ軽いなって思ったことです。で本体わずか 516g って書いてるんですけど、まあ、体感的にはもっと軽く感じたかなっていう感じですね。でフィルター系は 67mm なので、まあ、いつも使ってるあのフィルターが使えるとかっていう利点もあります。で、まあ、さっきあの子供に、へえ息子にオートフォーカスはズバピタ行ったっていう話したんですけど、まあ、一つあの決め手となったのは、まあ、やっぱりフォーカスっていうのはありました。っていうのも、このサイズの F1.8 の 55mm めちゃめちゃいいんですけど、まあ、やっぱりちょっといかんせん、もうやっぱり発売から、まあ、結構日が経ってきてるっていうのもあって、まあ、オートフォーカスはここまで強いかって言ったら、まあ、そうでもないんですよね。最近 あのレビュー動画とかでも 55mm 使ってみてたりしたんですけど、まあ、結構フォーカス外れてるところが、顔に当たらないところが多くて、まあ、ちょっと困ってて もうエイヤでそのまま使ってしまったんですけど、まあ、この 50mmGM は全くそんなことがなくて、でかつあのブレージングですね、フォーカスポイントが変わると画角が変わってしまう、あの現象っていうのがこの 50mm に関しては相当あの抑制されてると思います。やっぱりあの僕が軸足が、まあ、動画にほぼなってきてるっていうところがあって、まあ、レンズもまあ順次結局ソニーの純正に置き換わっていってるような状態で、まあ、GM も少しずつ増やしていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、35mm の次はどうだってなった時に、まあ、24mm ではないかなと思いましたね。もっと上かって言われると、まあ、よく使うレンズ帯をやっぱり使いたいんで 50mm っていうのがまあちょうど出て、でちょっと前にはあの 50mm の F1.2 って出ちゃったと思うんですけど、まあベラボーに映りは良くてもあの値段もめちゃくちゃ高いし、あの重たいっていうところがやっぱりあったので、まあ、現実的にはこの 50mm の F1.4 っていうのが、まあ、実際あの使ってみた重量感とか画質とかっていうところを見ても、これはもうめちゃめちゃいいから、まあ、やっぱりこれかなと思いました。で広角の方はなんでないかっていうと、まあ、24mm の自分もものすごい素晴らしいんですけど、まあ、現状使う時って、まあ、20mm の F1.8 がまあかなり優秀なんで、まあ、そっちでまあ結構代用できるかなっていうところがあるので、まあ、ちょっとそこは置いといて、まあ、この新しく出た 50mm のところにやっぱり惹かれましたね。まあ、あとは直近その 55mm のサイズの方で、まあ、フォーカスが合わないあのモヤモヤを経験したっていうのがあったところが結構大きかったですけど、まあ、今回この 50mm 新しく発売するのをホイフで買ってしまったというところです。で僕が買ったタイミングだと、4月21発売日にはあの届くだろうということで買いました。でこれ私ちなみにいくらで買えたかなんですけど、実際 あの購入結果の画面ですけど、50mm の F1.4GM と一緒にソニーの純正のプロテクターも 67mm のやつを今回買いました。で、ソニーストアで買うと 10% オフはデフォルトでつくので、それがまず効いて、あとは、先ほど少し話したあのソニーストアの感謝祭で店頭のみで使える1万円分のお買い物券があったので、これを使ったのと、あとはねあのソニーカード、あの僕はずっと昔から使っているので、ソニーカードを提携カードということで決済すると 3% オフになるんですね。で、まあ、この辺つけて、5年ワイド保証もつけた状態なんですけど、まあ、全部で19万6,649円、まあ、20万切るぐらいで、まあ、プロテクター込み5年ワイド保証込みで買えたので、でプラスあれですね、さっきあの関西の人だけですけど、あの阪急阪神の S ポイントってやつもあの何千円分かポンとついてきたので、まあ、ラッキーっていう感じですね。結構いい値段で買えたのかなと思います。普通あんまり別のポイントってつかないんですけど、
あの阪急阪神の S ポイントは普通にスター大阪だとつくので、まあ、ポイントアップのキャンペーンとかやってるタイミングを関西の人は見計らって、買ってみてもいいかもしれないですね。はい、というわけで、今回は、ソニーから今度出る 50mmF1.4GM のレンズについて、まあ、ちょっと予約購入しましたよというご報告と、まあ、なんで買ったかっていう理由と、まあ、魅力についてお話ししていきました。今これあの ZV-E1 の、撮った後にも続けて撮ってて夜中でパジャマでもうめっちゃ眠いんですけど、あの実際に4月21日発売して、実機が 50mmF1.4 を届いたら、まあ、どんどん使ってまた作品撮っていきたいと思いますので、またレビューしていきたいと思います。ではまた。よいしょ、はあ、GM レンズ2本目突入しました。まあちょっと今年はもうあの散財打ち止めかなという感じです。まあ、高い買い物ですけど、あのめちゃくちゃ写りも良がってもいいんで、まあ、いいものはどんどん早く買ってたくさん使っていい作品作っていきましょう。ではまた。